はい、ということで鬼物語イベントガチャを引いていきたいと思うんですけど、今回はこの HP11 で HP の要は体力の多いトップ30から選んだやつでもう出したんですけど、狙いは要はこれなんですよ。この色人シリーズ、折色シリーズ、これを3つ出したんですよ。なんとかあのタイトル画面へ戻る、それで3つなかったら繰り返して、これで8つの折り式でいいんですかね、これ読み方かな、こっちがなんとかの折り式、あのもう1個の方のアカウントで手に入れた木のやつ、それで最後は金魚の折り式、これ水のやつか、この3つを狙って1アカウントで10連ガチャプラス1を3回計6回引いていきたいと思います。ちょっとボリューム上げるか。割引なんで見ていくと、これ確か150、150、200じゃなかったか。3回目は確定ですよね。うん、150、150、200、3回目4確定。最悪1個ぐらい出んかなって、淡い期待しとるんですけど。できれば2アカウントあるんで、両方1個ずつなんて、クソ贅沢なこと言っとるんですけど。とりあえずやっていきましょうということで。タタタタタタって言うぜということで。レッツラドン。うん、いきますよ。両方1個ずつ欲しいんですけど。タタ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 って言わなあかんねん。北斗の拳だな。ん、なんか重いな。入念にあれか、ガチャ回しとるんか。そんな選別にしんでいいよ。全部折り式で入れといてくれですよ。そんな判定しんでいいですよ。たた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 たなんだこれ、強いのよくわからん、かんざし型なこれ出ますか、そうきますか、読めんなこの感じ、ニューってやるけどすっげえ強そうな武器出やがったな、うーん、ムームームーと、これ持っとんじゃねえか、これ走ったんだよね。なんか、近所の道端に落ちてそうな武器だな、これは。これもなんかあれだな。これ本当走ったの？これ大丈夫か？これがいいやつなの？ちょっと見して。敵単体に大ダメージ。一応4は4だけど、なんか違うのが出ますね。これ持っとんじゃないですか？てか、これじゃ上がらんすもんね。ちょっとこれあかんねん。何売却するって。ちょっとタイム。あ、そうか。ガチャいっぱい引かなあかんで。売っとかなあかんのだ。妖怪持っとるんだ、多分。これ、ほんと走ったんだよね。あれって。ん？走ったんですよね。しつこいけど。これなんかめっちゃ悲惨な結果に終わりそうなんですけど。あと2回引きたいんで、20個ぐらい打っとかんとあれだな。嘘。あれ、ほんと走ったんだよね。確かにそれは4は出たけど。いや、4は出たよ。4は、4は、4は、4は。いや、4だけど。せめてなんかあそこに出とる他の1個ぐらい出てくれてもいいんじゃないかなって。走ったんすよ、あれ。走っただけじゃダメなんかな。確定じゃないとダメなの、これって。これなんかすごい悲惨な結果が待ってそうな気がするんですけど。気がするんだけど、もうこれ、あれだもんね。行くしかないもんね。あれ、別に何？何遍もタイトル画面戻ってちゃんと20個でいいな。一応もう10個とか。あ、プラス11だ、あれだもんな。
関係ないんかなあれって。前もそうだったね、あの家具屋狙った時に、だいぶ前ガチャした時、あれでも結局家具屋ばっか出るようにしたんだけど出んかったのよな。別にその画面で撮るかってめっちゃなんか引きが良かったわけじゃない。あれ個別で多分なんか確率違うんだろうな。内部確率これなかなか結構渋いよな。っていうかあれか、英語の物語があれが良すぎるんか出すぎるんか。とりあえず向こうで一応1個は引いとるでいいんですけど、いいんですけど、それは納得いかんすよね。いかんすよね、それは。ダメっすよね。1個しかない。2個しかない。これちょっと、この間ちょっとタイトル画面戻って繰り返してやります。これ納得いかないので。やっぱやっとかんと。やっぱ人間行動心と納得できないので。これがまためんどくさいですよね。この、あれみたい。リセマラみたい。長えな。めんどくさくなってなんか弾きたくなるもんね、これ。重いぞ。別にネット回線普通ですよ。100メガとか言わぬけど何十メガは出とるはずですよ。長えな。別にあれか、これ出さんでもいいんかな。出とってもあの結果だもんな。3つあってあの結果だよ。走ったんだよ。1個、もうこれでいくか。なんかめんどくさくなってきたもんね。なんか諦め心になってきた。もう行きましょう。めんどくさい。デイラシさんな結果になりそう。これほんとみんななんかいい武器とか持っとる人どうやって引いとんだろう。って言いながら自分も係3体ぐらいあるんだから悪いとは言えんよな。なんなんだろうあそこら辺って。よくわからんですね。行くぜ。たた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 たこれめっちゃひどいね。これがようやくあれか。出たな。これがちょっと待って、あれ。これ走るの走らんあんま関係ない？強いな。これはいいっすね。なんて読むんだろう。あんまり別に最初に出たからって関係ないっすね、これ。強いっすね。走ってないけどいいっすね、今の。これ確定？これが出たの？これじゃないな。まあ、このまま行きましょう、とりあえず。めんどくさいんで。まあ、いい加減な性格が私の本領なので。どういう理屈なんだろう、あれ。走ってもなんか、良くないし。走らんくても出るし、なんかいまいちわからんな。これ今回は何？今回タタタタするといいの？タタ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 。3回目で走ったらいいんじゃないですか？これ。なんかめっちゃ強そうに見えたけど、マジカルスプーンじゃん。そう来るか。こいつよう出てくるな、コンペイト。なんか微妙だな。これ本当に、何これ、確定なの？これか。これなんだこれ。
あの、なんとか式は欲しいんですけど。微妙だな、これ。これ何これ、別にそんなあれじゃないの。読んで何これ、もう進化させてあるんだ。で、敵単体にダメージ中、なんかあんまあれだな、これ。なんか向こうもめっちゃ悲惨な結果になりそうなんだけど、これもでも行くしかないですもんね。めっちゃ寂しい。このガチャ渋いな。どこで何を狙ってくるの、全然取れんすか。次も150なの、これ何個まで150なの、ひょっとして。月も150なの、これ。これ何、割引ってことはそんなに裏があるって低いんかな。あ、ずっと150だ、これ。ずっと150だ、これ。4確定とか。なんか嫌な結果。とりあえずこれで終わりにしよう。なんか処刑できた。とりあえずもう一個の方のアカウントに変えますということで、チェンジ。例によってアカウント変えましたけど、なんかこれめっちゃ嫌な予感するんですか。あれ、走ろうが走る前が関係ないの。で、これ何、ずっとあれなんだ、あの、150ばっかなんだ。最初2回だけじゃないんで、安いの。そう、そんなにあれなの、確率。これは、桃友の方は。これも200、250で別に変わってないんだ。なんか渋いな、あの結果は。せめてこの中のどれか1個ぐらい出てほしいですわね。こうやってやっとるうちの。表示しとるところに。誰かこれ出とったって言っとったもんな、ついで。なんで俺のとこにいい方向が今度だ。まあ、いや、とりあえず3回引きますということで。150、150、200。500引けるか。最悪全部使い650引けるんだ。そこまで言うとなんか精神的に追い詰められそうなんで。あの結果はちょっとなんかあれだな。まあ確かに4が出とるとかはあるけど、お目当てが出んもんな。これは4とか1とかの自分の中の問題じゃないもんな。折式式人シリーズがどれか1個出るかっていう。いや、1個出ると思ったんですけど、あっさりと。2アカウントで私3つぐらい出ると4乗ったんですけど。あ、これネットか。わかった。あ、いいか。たた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 、これスキップ押した方がいいんかな。たたたたた、走ったぞ走ったぞ走ったぞ走ったけど、向こう全然良くなかったぞ。いいんじゃないこれ。いきなりいいの出たわ。何これ。これ防御下げるやつだよね。なんか全然違うじゃん。ちゃんと、ここら辺多いな、なんかこいつ。これ見たことないな。強そうなんだけど。いや、見た目はみんな強そうだもんな。こいつよう出るな。甘酒もあれだな。飲み干しとるぞ、ほんと。案外こういうのが強いんじゃないか、攻撃するには。悪くじゃないっていうか、いいんじゃないですか、これって。ねえ。防御ダウン極大。ターン28、多分15ぐらいになるのか。強いんじゃないの、これで多分。何なんだ、これ。ちゃんとここからなんか出てほしいんですけど。これ3、3つもあるんじゃない。これめっちゃいいんじゃない、ここ走ったら。まあいいわ、行こう。なんかほんと、嫌な予感しかしんだけど。嫌な予感ってことないか、今の武器で取るんだから。向こうがあれなんか。いや別に4は出とんだよな。走っとるし。ただお目当てが出てないもんで、ね、4が出てもなんか、なんてだろう。喪失感っていうの、脱落感っていうの、無協力感っていうの、なんかやられた感が高いだけで。4まで取るし、走っとるしって、自分にずーっと今言い聞かしとるんですが。たた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 た、あ、
いいってそういうことか。自分の甘酒よでるな、本当に。甘酒なきゃなんかあれだな。葉っぱはきついな、さすがに。ちょっと待った。これ偏っとらん、武器。これはでもいいっすよね。ちゃんとあそこのタイトルとかあれのやつだもんな。水属性に火属性の特攻。この俵が強いんだな。確かに俵で殴られりゃそれは痛いと思うけど。なんで、あれなの？ナッツさんなんかあれ、この何、折り重シリーズめっちゃ持ってたか。てかあの人デラ武器持ってたよ。なんで俺のとこだけそんな前降りてこんのだ？結構、2つアカウントあって、定期的にガチャ溜まったら引いとるんですけど、課金しなダメなんか、これは。いや、お目当てがデンモンであれなんですよ、よく。こっち1個持っとうでいいって言えばいいんだけど、いや、本当は良くないんだよ。欲しいんだよ。両方1個ずつ欲しいんだよ、最低は。向こうもダメだったもんな。肩やっとるなぁ。舌打ちしてまったな、これ。これ前回も確かガチャ、うん？桃友だったか、あんまいい結果じゃなかったもんな。そうだな。かといってこれ、イベント中のガチャゲットしたからって、めっちゃそこで偏っていいの出るってわけじゃないで、これ。どういう確率なの？全体の中から本当に引いとるのかな？なんか全く出る気がしんくなってきたんですけど、これ。下げ相場のなんかビットコインみたいだよね、これも。全く上がるかがしんみたいな。これちょっとむごいな。負けになんか重いし。これ何、入念にシャッフルしとんの？そんなシャッフルしんでもいいよ。敷陣だけ残しといてくれよ。葉っぱとか弾いといてください。あ、葉っぱと甘酒弾いといてください。たた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 、確定だろ、この野郎。たたたたたた、たた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 た、確定で走っても壊れたもんな。ちょっと待てよ。いや、いいけどさ、俵2本。え、いいよ。いいんだけど、いや、いいよ、これ。いいんだわ、かなりいいんだわ。せめて2アカウント散らしてほしいよね、俵は。いいんだけど、いいんだよ。これ結果的に多分いいよ。なんだこれ。なんかポーカーみたいに同じ馬ばっか揃っとんな、これ。役できそうだな。何これ、3色とか。ちょっと、本当に1個、本当に確定であれだ、1個なら1個なんだな。確定1なら2個出るとか。いや、別にいいんですよ、これ、俵2個で取るで。結果的にはいいんだよ、これ。俵2発撃つができるもんね。ただ、こっち、キーパーティーめっちゃ弱いんだけど。これ、俵をもう育てるってこと？これ、何？俵、ちょっと、あ、いかん。武器売るとかあるんで、これ先に、キャラだけ撃って、ちょっと落ち着いてから、鍵付けとかあんと。俵撃ったらえらいことになるね。悪くはないんだけどな、結果的には。いい方じゃないですよ、これ多分。向こうの方のアカウントはちょっと好みのが出てないけど、要は、この今回の武器ガチャに特化した武器が出てないで、向こうの方は割と。こっちは出とるから。っていうかこれ、ん？ 2 アカウントで6回引きましたよね。確定あったよね。5回ぐらい走っとんじゃない？だから別に率としてはこれ悪くないというかいいんじゃない？っていうかこれ走るのほとんど、これって。なんか騙されとる俺。これってなんか。いや、好みが出てきてないで言うあれなんですよ。ブツブツ言ってるだけなんですよ。敷陣か折敷のやつか、あれがどっちかでアカウントで。っていうか両方のアカウントで1個ずつ出ると思ったんですよ。2つぐらい出るかなと思ったんですよ。昔ってもっとなんか1回のガチャで走った時って、何？もともで言うと5か。武器で言うと4か。あそこら辺がなんか、やたら出た覚えあったんですけどね。1回でなんか3とか4つぐらいとか。なんだ、夢だったのかな。何、なんか無遊病かなんかかかっとったのかな。結果はいいんだけどな、これ何、俵を 2つ打つデッキとかなんか作らなあかんね。
防御下げて俵2発とか、木だからあれか、水をいじめるみたいな。悪くはないんだけどな。夢は遠いな。両方のアカウントで敷地に最低1個ずつ、家具や1体ずつ手に入れたら自分の中ではクリアで、いや、やめる気は全然ないですよ。発音ガンガン練習したいから。まあ本当結果は良かったんですかね、これ。一応あれか、俵後輩で、あの、鍵つけとこう。俵、あ、そうか、俵丸で年貢か。これ結構でも持っとる人おるもんね。見るもんね。ついでも言っとるし。俵丸だとなんて、あの武器、あのなんだあれ、防御下げるやつ。偏りはでもあるな、これ。あの、下げるやつなんてあれ。これ、こいつ、こいつ。これだな。いい結果なんですよ、これ。多分。向こうでも別に、ま、ブツブツ言っとんな。欲しいのは手に入っとらんで。いつやめるタイミングかなかなか待っとるのは自分の中で。あの、あれだろう。やめ時を、あの、愚痴っとるもんね、見失っとるんだろう。こんなもんぐらいか手に入れたのは。なんかようわからんくなってたな。まあ、ちょっとそんな感じで終わりましょう。あと一回別に弾ければ弾けんですけど、なんか全く出てくる気もしないし、これは。くそ、敷地が遠いな。まあ、コツコツイベントでガチャ稼いで桃貯めたらまたガチャに来ますということで、本当いつになったら手に入るのやらというところで、これもう大人買いでリアルマネーでなんか10万ぐらい課金しちゃった方が早いぐらいですよね。でそこまでしてほしいっていうわけじゃないですけど、なんかあかんな、これは。取り留めなくなったので終わりますということで、一応はいいの手に入れたらいいんですけどって自分に言い聞かせてることで、しつこいなということで、はい、ということでそんな感じで以上、鬼桃物語なんだ、武器トップ30だったな。のガチャを2アカウントで6回引いて、欲しい敷陣シリーズ折り敷化が1個も引けんでした。なおかつネットも重いですということで、終わります。そんな感じで終わり。